ずいぶん前にもうあの代名詞と言われる CM さんもうあバカじゃねえかと思いながらね。さんも忙しいんじゃないですか。大泉洋さんもね。これはね、去年ずいぶん活躍してますからね。いや活躍してましたけど、彼も50でしょ。そうです。彼もやっぱりね、そこら辺ね、仕事がですね、ある程度このセーブ、まあ彼はセーブはできないんだろうけど、なんかそういうちょっとね、暇を作るっていうこともちょっと考えるあれなのかもしれませんけどもね。あとだから娘が多少大きくなってお父さんのことをあんまり相手しなくなった時に、あやっぱり俺には仕事だっていうことで55、6ぐらいからなる可能性はありますよね。井上さんちょっとやりましょうよ、ちょっと僕と遊んでくださいよっていうのが、あと 5,6 年経つと娘もね、あの大泉さんのことをあんまりね鬱陶しいと思う瞬間から彼もやっぱりね、俺はここじゃなかったっていうことはあるかもしれない。今ご家庭が優先順位かなり高い。今のところはご家庭優先でしょうね。はい、うん、だからあの2026年ですか。ああ、多分お二人は全く気にしないでしょうけど、水曜どうでしょう、30周年だ。2年後、ね、まあ、そういう。でもなんかそのぐらいな感じしますね。26年、例えば放送開始とか。水曜どうでしょう、一作だけしか残せないとしたら、どの作品を。そんなことありえないでしょ。まあ、ありえないですよね。そんなことない。どういう状況なのかっていうことですよね。それはね、1個しか残せない。どういう状況それは一体。まあ、でもなんかで考えると、いや私はやっぱなんかベトナムのような気がしますけどね。いや私は考えられないですね。あ、私は一切合体ですよ。そうなんですけど、そう言われた時にね、いろんな意味を含めて、こう、あ、水曜どうでしょうっていうのはっていうふうに考えると、まあ作り手側、それからやってる側からすると、ベトナムっていうのが一つやっぱりなんかどうしても、 あれは消せないなっていうのはあるような気がします。ね、でも俺はなんかじゃあ1個ずつ消していくっていう消去法で言う。いや最初何言ってた。消していくって。逆に消していくってのはないよ。ないその、まあ、あのゴミ拾ったやつはまあ消してないから。あ、まああれ消したらいいかな。そうやって消していくとですよ。でも俺は反対だから、なんか無作為に1枚ね抜いてね、まあそれでいいかなって気もする。怖いですよやっぱり。あ、ゴミ拾いが。その時はしょうがない。家を作ってるかもしれない。ね、あれを一生どうでしょうの代名詞として残すとなった場合、どうでしょう遺産としてね、博物館に飾るって言った場合に、それはいかがなものかって思わないですか。やっぱりそれはなに、そのこの世が終わる直前になんかその1枚だけしか残せないから博物館に飾るようにか。まあまあまあそうですね。今ここに精鋭が揃ってるんですよ。俺たちが最後に乗った深夜バスはあれでしょう、5周年でしょ。やっぱりやっぱそうだよね。だから俺は乗ってないんだよ。ミスターが乗った。俺ら乗ってない。俺が乗ってない。ミスターと大泉さんが乗って博多駅に着いたのが最後でしょ。あれ2人は追走しただけ。俺は追走しただけ。え、私らはあれが最後でしょ。僕らはいつが最後だから、その前になるっていうねことでしょ。あの何ゴールデンでやったやつ、サイコロ6。ああ、サイコロそのぐらいなのかもしれませんね。終わり。私もだからもう深夜バスって覚えてないですもん。全然。確かにそうだ。俺らはもうずいぶん前にもうあの代名詞と言われる深夜バスはもうあバカじゃねえかと思いながらね、やっぱりあの人たちだけに乗したっていう、あれが最後なんだね、きっとね。